こんにちは。突然ですが、人工授精、体外受精、顕微授精の違いを知っていますか？今日はそんな話をしたいと思います。普通にセックスしていても妊娠しない場合、次のステップに移ります。人工授精というとどんなイメージでしょうか？なんか試験管みたいなところで受精することを想像しますか？それは人工授精じゃなく体外受精と言います。まあでも知らない人はそんな感じですよね。私も自分が不妊治療をするまでは人工授精も体外受精もごっちゃになっていて、きちんとした違いも分かっていませんでした。なので今日は不妊治療の基本的なお勉強になります。セックス以外で受精させる方法について説明したいと思います。それでは早速始めます。まずは人工授精です。人工授精とはでググってみます。さまざまな不妊治療を行っている医療機関のオフィシャルサイトが出てきます。私が見たところ、医療法人社団業啓会ハラメディカルクリニックのサイトが一番簡潔でわかりやすかったです。引用してみます。人工授精とは、女性側の排卵の時期に合わせて線状濃縮したパートナーの精子を子宮内に注入する方法です。自然妊娠との違いは精子が入る場所だけで、受精から妊娠までの過程は全く同じであるため、限りなく自然妊娠に近い方法だと言えます。自然妊娠では膣に精液が入り、そこから精子が子宮に到達するのに対し、人工授精は直接子宮に精子を注入しますので、精子と卵子が出会う確率が上がります。このように書かれています。つまり人工とは言いますが、限りなく自然妊娠に近い不妊治療だと分かりますね。次に敬愛生殖医療委員のサイトも見てみましょう。こちらにも赤ちゃんへの影響もなく、副作用もほとんどありません。事前妊娠やタイミング療法に近い治療法と考えてくださいとあります。この2つの委員の URL は概要欄へ貼っておきます。以上が人工授精の簡単な説明になります。では次に体外受精になります。先ほども言いましたが、体外受精を人工受精と勘違いしている方がいますので要注意です。それでは今度は体外受精でググってみます。上から1番目から5番目に出てくるサイトを全部見ましたが、一番わかりやすかったのは田園都市レディースクリニックのサイトでした。引用します。体外受精は経膣超音波ガイド下に針を用いて卵巣から卵子を採取し、体外で精子と受精させ、受精卵を培養し、カテーテルを用いて子宮に戻すという治療です。卵管性不妊、子宮内膜症合併、男性不妊症などに対し、通常の治療を行うも妊娠が成立しない場合や一般不妊治療が無効な場合に実施されますということです。シンプルに言えば、卵子を採取し体外で受精させ子宮に戻すということです。しかしここでちょっと気になることがありました。卵子の採取は針によって採取すると書かれています。これは男性には直接関係ありませんが、私はちょっと気になりました。つまりどの程度痛いのかが気になりました。そこで卵子の採取痛みという言葉で検索してみると、何件か出てきたうち杉山産婦人科のオフィシャルサイトが一番わかりやすかったです。引用します。注射をするような鈍痛がありますが、専用の非常に細い針で行いますので、卵子が5個程度であれば
痛み止めの座薬、括弧静脈麻酔なしで十分に採卵が可能です。希望される場合は局所麻酔をすることも可能です。採卵にかかる時間は10分程度です。なお、採卵を担当する医師を指定することは原則できません。と書かれていました。また、田園都市レディーさんのオフィシャルサイト、こちらも分かりやすかったです。こちらのクリニックでは、針を刺す部位に局所麻酔薬を注射して麻酔するか、軽い静脈麻酔を選べるようです。さらに、産婦人科さくら、こちらのサイトではこのように説明されていました。実際のイメージと痛みを比較し、皆さんがネットなどから得た情報をもとに想像している痛みは、実際にはそれほどではないことが多いと当院では情報を提供しています。こんな感じで書かれていました。痛みに関しては、まあちょっと安心できた気がいたします。以上が体外受精の説明になります。次に、よく不妊治療のクリニックなどで体外受精、顕微受精、こちら2つを一緒に説明しているところが多いですが、顕微受精も体の外で受精させるやり方です。この2つの違いはこちらの図がわかりやすいです。こちらのサイトの説明はかなりわかりやすいので、文も引用いたします。つまり、体外受精は精液から回収した精子を卵子の入っている培養液の中へ加え、受精するのを待つ方法です。一方、顕微受精は、細い針を使って、精子を卵子の中へ直接注入します。精子の数が少ない場合や、体外受精では受精しない場合に行われます。以上が、人工受精、体外受精、顕微受精の概要になります。いかがでしたでしょうか。ちょっと、わかりやすくなったかと思います。それではまた。